太めの横線を描きます。で、これ頭のてっぺんですね。細い線を描きまして、ここが耳になります。細い線で内側を描きます。で、ほっぺたのあたりに太い模様をひらがなの「く」みたいに描きます。で、この辺に細い線で三角の鼻で、口はですね、細い線でこういうふうに鏡餅の一段目みたいに描きます。縦線で、ここを黒く塗ってピッ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 と。で、こっから縦線2本で、顎ひげを細い線で描きます。で、鼻から上にこういうふうに細い線を描きます。で、目玉はこういうふうに丸を描きますね。で、この目のこの辺、あとここを黒く塗ってこういうふうにします。で、目は笑った目にしますので、目尻をちょっと出してこうですね。で、眉のあたりに三角っぽい模様、こういうふうに描きます。で、この辺に漢字の8書いて縦線で、ピッピとおでこに模様を描きます。で、目尻に向かってこう書いて、こうこう書いて、こうピッピピッピと。で、ほっぺたの横にこういうふうにひげを描きます。で、招き猫の手を描きますね。招き猫じゃなくて招き虎です。縦線描いてこうやって指を描きます。で、こうやって肘を描きまして、ひらがなのしみたいに縦線描きます。で、体は逆三角形にした方がかっこいいですね。で、この辺に胸を描いておきます。で、腕は少し曲げながらこうで、こうで、手を描きます。で、縦線描いてこうですね。で、こちらはこの辺からまた太い線描いて、こういうふうにまっすぐ下ろしますね。で、後ろ足で、この辺から少しこうやります。で、こっち側は反対側の後ろ足。そしたらこの辺にですね、点点点点と少し丸く線を描いてあげます。で、尻尾、はい、そしたら模様を入れていきます。こうですね。で、胸のところにこういうふうに V みたいに太い線、細い線で、こういうふうに上に向かって跳ね上がる線、こうですね、はい、で、ひげを忘れずに描きます。細い線で。そしたらお好みで四つ葉のクローバー入れてください。はい、こうですね。で、こう書いて、こう墨をお水で薄めて、この首元ですね、こういうふうに塗って影をつけて少し立体感を出します。そしたら色をつけていきます。黄色に朱色をちょっと混ぜます。少し赤みがかった黄色ですね。これで塗らないところを先に決めます。
こういうふうにメガネみたいに目の周りは四角く塗って塗らないところを決めます。こんな感じでやっぱメガネみたいに線を引きますね。で、鼻の横は塗りますので、こういうふうに線を描きます。ここから上が塗るところ、要するにこういうような感じになりますね。耳のところもこう塗っときます。はい、体はこの辺まで塗っちゃいますね。ですのでこの線から外は全部塗ると。この手のひらとかは少し残しとくと雰囲気が出ます。そしたら赤と白混ぜてピンクで鼻を塗ります。そしたら最後に四つ葉のクローバー、幸せの四つ葉のクローバー、描く方は黄緑色で塗ってあげてください。ここもですね、これも黄緑です。はい、これで虎の完成です。今日もご覧いただきありがとうございました。